全体的に高低差のある場所が多い。気をつけて進まないと足を滑らせてしまいますぞ。大丈夫だって。そんなヘマするもんか。フォレストランドの兵士は手強いだ。常に戦闘を想定して訓練を積んでいるからだ。実戦が身近にあるかないかがサンドランドとの大きな違いだ。植物だけじゃなくて岩山も結構目立つな。そうだな。近くといってもどこでも発展してるわけじゃないんだな。特殊な地形が理由でしょうな。そうね。フォレストランドは川やジャングルが多いから。その分首都が大きく発展し多くの人で賑わっているのだな。Thank you.
整備された道といえど木々が飛び出し視界を遮ってしまうこともある。運転するなら王子、水に沈んでいるぞ。一度出直そう。こうも上り下りが激しいとさすがに疲れるな。まったくじゃ。そろそろ休憩しても。何言ってんだ、まだ全然早いって。王子は元気すぎますぞ。ついてんだろ。見つかると面倒だが避けて進めん場所もあるだろう。そうなったら正面からぶっ飛ばす。ランドと違って道が分かりやすいな。きちんと整備されているからな。分かりやすい分、待ち伏せの可能性も考えておいた方が良いでしょう。通り道でもあるから。
レストランドの軍は屈強な奴らじゃな。よほどの朝練を積んでいるのだろう。国王軍は一部を除いてぬるま湯にどっぷりだったからな。これがフォレストランドの首都か。圧倒される大きさだな。楽しそうなものがいろいろありそうだぞ。うん、きっと楽しめると思う。王子、はしゃぎすぎて迷子にならないでくださいよ。俺様は悪魔の王子だぞ。迷子になったって平気だって。そういう話ではないんですが。ナオさん、ミカで戦うコツとかあるのか？コツというほどのものではないが、敵がどう動くか想像してみるといい。心を読むのか？そんな大層なものではないさ。敵の動きから次の動きを予想するんだ。気になっていたのだが、その服装。よし、一丁上がり。フォレストランドの端に行くと海を見ることができますぞ。そういえば流れ着いた場所も海に近い場所だったな。あの時はよく見れなかったけど、海ってでかいよな。聞いた話だと世界のほとんどは海らしいよ。
ちょうど道の分岐点にキャンプがある。それぞれの道に進む前の休憩地って感じだね。ああ、これは助かる。一休みにしますか、おじ。フォレスト兵も見かけるのに、トリケって意外と見つからないんだな。崖に囲まれていて、目隠しが多い。守り。あっ！お！よくよく縁があるみたいだな。だとしたら迷惑な話じゃ。目的は、聞くなるのもいいか。そういうことだ。どうしてもやらなきゃダメかい？あんたたちとはやり合う気になれねえんだよな。だったらここはあなたたちが引いて。そうもいかねえのが雇われ将軍の悲しいところでな。めんどくせえな。やるのかやらねえのかはっきりしろよ。そうだな。じゃあこういうのはどうだ。機関室に先に着いた方がアクアニウムをものにする。競争ということか。流れんのが汗だけってのは悪くないだろ。我々としては願ってもない申し出だが。なら決まりだ。行くぜ。よーい、ドン！で、スタートだ。位置について。ん？よーい。ん？な、ドン！うわっ、なんも見えねえ。わ、まだ目がチカチカする。あいつ見つけたら絶対泣かせてやる。あいつ何考えてんだろうな。王子とアンに救われたことを恩義に感じているのかもしれん。だったら競争なんかしないで譲ってくれればいいじゃろう。擁護するわけではないが、彼にも立場があるさ。
こうも入り組んでいると目的地にまっすぐ向かいません。方角を見失わずに迂回していくほかあるまい。迷子にならないでね、ベルゼン。だけじゃなくて岩山も結構目立つな。そうだな、サンドランドとは。クロア将軍、味方になってくれないかな。どうだろうな、それとこれとは別という気もする。そっか。この辺りはサンドランドとはまた違った険しさがあるな。俺たち魔物にとっては空気が綺麗すぎるのも嫌な感じだ。まったくですが、頭が痛くなります。中も水浸しじゃねえか。アクアニウムは機関室にあるから上だね。とりあえず登れる場所を探そう。ほっと。ここから上に進めそうだな。急ぐぞ。フォレスト軍より先にアクアニウムを手に入れないと。これは入り口に置かれていたコンテ。同じだな。閉まってるぞ。扉の電源が落ちているようですな。なんだあれ。
ね。はめ込んだら扉が動くかも。よし、開いたぞ。防衛メカのお出ましか。サクッと倒して先に進むぞ。楽しかったぞ。
没してるじゃん。ホバーメカで行くか。これで上の階に行けそうだ。
ぞ王子。さ。さあ。さあ。